Hello, hello, it's me, Edith again. How is everyone doing? We have Watanabe-san. はい、皆様こんにちは、リビングリッシュ始めていきましょうか。ということで、リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と Edith です、がお届けする番組です。ということで、 How are you? I'm fine, you? GoodWhat have you been doing? 最近ね、お正月終わって、yes. もう普通に平日になってきたね。Ah, nice. You've been traveling quite a lot. そう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 。イギリスもいっぱいいていたじゃん。Yes.、ね、But I have a question. Have、はいはい、you taken anything from、はい、the plane? 何？いやいや、この話も面白いですけど、ちょっと本題に行きましょうか。はい、さて始まりましたリビングリッシュ。この番組は国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、いいですのネイティブな英語のリスニング練習もしながら楽しんでください。ということで、本日もゲストをご紹介しましょう。KEC 教育グループの三原さんよりご紹介お願いします。はい、ハロー、I'm Mihara from KEC. Today I come here with my 先生です。 This is three time。マイ先生、はい、3回目の登場で、はい、じゃあマイ先生、自己紹介を英語で。Hi, はい、Hello, my name is Ma, I'm from KEC too, and I'm English teacher in KEC. はい、ありがとうございます。そうなんでいいですか？もう3回目やからね。まあ、詳しくはマイをちょっと振り返っていただいたら、どんな先生かというのがたくさんわかりますんで。じゃあ早速いいです、質問を。So where have you been for the first time?When I was 12 years old, I went to Brisbane in Australia.、Mm. ああ、じゃあ初めてどこに行ってきたのっていう海外ね、の質問に対して、12歳。はい、12歳です。12歳の時に、はい、オーストラリアのブリスベンに行ってきたと。はい、行きました。はい。Wow, do you go by yourself? Or no, 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 with my family. Ah,、yes. okay. I was thinking 12. 一人じゃなく、はいはい、家族で行ってきた。家族で。なるほど、なるほど。Okay, so did you have any interesting experience? そうですね。So when I was a junior high school student, I didn't meet foreign people、mm. in my school and in my town.、Mm. But in Australia, there are many foreign people. そらそうや。オーストラリア。いやいやいや、今ね、なんか、忘れられない経験だった、うん、何だった、 Interesting. 興味のある経験をオーストラリアにしてきたのっていう質問に対して、舞先生が、いや中学生であんまりも外国人見たことなかったけど、うん、オーストラリア行ったら外国人ばっかりやったっていう、うん、めっちゃ言いました。そらそうやって話やからね。めっちゃ言いました。そらあいつらからしたら、あんた外国人やでっていう話やね。確かになるほど、はい。 So what did you think about them?あ、どう思いました？あ、イケメン。なんでだ。オーストラリア王子の男子は。Really? I didn't know like Australian they are famous for being handsome. うん、そんなまあね、オーストラリア人はハンサムの代名詞ではないけどね。うん、違うね。でもまあまあ中二のね、思春期の日本人女性にしたら、はい、もう9割イケメンに見えてます。全部イケメン。どんな感じのイケメン？どんな感じのイケメンだと。鼻高い。鼻高い。まあ、空高いよ。これから。白い。白い。まあ、空白いよ。空白い。金髪。あ、なるほど。They have a lot of muscle, right? Yeah, so I stay in a hotel near the surfers beach, and there are many surfers, so yeah, you know. Surfers. サーファーズパラダイスに行ってきはったよね。はい。ビーチの近所やから、はい、もう、体が引き締まった、ね、マッチョな、ああ、うん、素晴らしい。シックスパックス。オーストラリア人がゴロゴロって、うん、もうキャーって感じ。もうシャツ。面白い。そうなんですね。いや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 、それはそれは。はい。はい、well, I have heard like Australian usually they are very their personality is kind of like slower and then they、うん
like to relax a lot、うん、そうね、まあ、特にね、ブリスベンとかサーファーズパラダイス、yeah. あの辺の人だってゆっくりしてるね、they don't take things so seriously、 そうそうそう、mm. あのね、あのオーストラリア人だからね、王子ね、グダイマイってね、いつもね、そうですねなるほど、細かいことには気にしないっていう、right and then like maybe theyOffice hour is not that long. So, for example, like with tea time, oh, everyone go to the beach. Yes, we have a lot of like Australian volunteers. They're not that handsome, but they always talk about. やったあかんやそんな。そんな。Express my opinions. いや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 、まあまあそれいいですよ考えやからええけども。なるほど。They're working ethics. まあいいです。あんまオーストラリア人好きちゃうみたいな。ティータイムはすごい、まあ、そうそう、でもあんま働かないよ、本当に、全然全然、時間だったらじゃあ終わりやし、まあ、時間ならんくてもお疲れ言って帰るビーチに行かなあかんみたいな、そんな海が呼んでる、あかん、呼んでるって、海が呼んでる、海が呼んでるなるほど、はい。 Okay, so do you have any unforgettable experiences? はい、unforgettable experienceペリエス忘れられない経験。なんか日本だとみんなちゃんとね、こう服着てご飯食べに行ったりするじゃないですか。We always wear something, I mean clothes, and then go to the restaurant and places. But in Brisbane, many people wear the swimsuit, and then they went to the restaurant. So, 大丈夫これみたいな。I was okay. まあ日本やったらね、まあ例えば白浜とか、はい、そういうビーチサイドでもちょっとパーカー着たりとかしますわな。そう、まあまあ真っ裸でいかへん。真っ裸っちゃう。水着だけでっていう、あんまね、ない。しかももうほんま半分裸みたいなね。もうそれ生地少ないでっていう。着てみたいな。なんか着てみたいな。上に着てくださいみたいな。I have a theory.I have a theory. I think because they practice so much, like they go to the gym. Yes, because it's a bit of a waste if you don't show people. Six packs. 逆に six packs. 逆に見せたい。Yes. 日本人はね、あんま見せたがれへんもんね、言うても。It's not thing to show. 恥ずかしい。There's no six packs. なるほど、なるほど。そうかそうか、そういうことか。Okay. Did you eat anything delicious?Of course, I ate a huge ice cream. Why? It's a huge one. Like a bucket みたいな大きいの食べて。How big is it? How big? Usually, how big? Like a bucket? Ah, bucket. No, really. めっちゃ大きいの。Wow. 美味しかった。一分は美味しかったですね。一分。最初の5口ぐらいが美味しかったけど。そうですね。ただ甘いだけ。そうですね。After five bites はちょっとなんか too sweet for me. ああ、too sweet。なるほどなるほど。But you said it's the most delicious thing you have eaten in Australia. 衝撃？ It's a shocking one. ああ、okay, right. いいよね。日本であんま食べれないもん。そうですね。怒られる。怒られる。怒られる。なるほど。じゃあ続けて。Okay, so were there any cultural differences over there? はい、文化の違い。Cultural differences. そうですね。なんか Japanese people are not good at communicate with foreign people in English. But Australians, they try to understand me and then talk to me in English, slow English. だから、it's a big point between the Australian and Japanese.なんか違うかなって、日本人は割とこう外国人の人と喋るのをちょっとね、苦手だと思ってますけど、私が行った時はオーストラリアの人たちはなんかこう理解しようとしてくれて、なんかこうゆっくりこう喋ってコミュニケーション取ってくれたので、なんか違うなって、コミュニケーションの取り方が違うなって、おもてなしの一つなの、ね。But at that time you were 12. Maybe people would think that, oh, you're smaller than
I would treat you nicely. So, you know, like, I'm speaking slowly. 子供に対してっていう、そういうのはあるかもね。Maybe. I don't know. あ、でも日本やったらね、子供に対しても金髪、白人とかちょっと引いてばもね。あ、この子らはまあまあええかみたいな。なるほど、なるほど。でも日本人がなんかね、一人やったら大丈夫とかなって、まあそんなパターンなのかな。そうですね。なるほど。へえ、いやでもオーストラリア、でもまあね、サーファーズパラダイスとかってすごい観光地やからね、はい、いっぱいいろんな人が、ね、いたはるもんね、うん、私が行った時もアジア人の人は割とたくさん、はい、いてて、なるほど、今どこもね。でもまあサーファーズパラダイスといえばスクーリーズって知ってる？スクーリーズっていうのが大体ね11月の中旬以降から12月の初めぐらいまで、全部オーストラリアの高校3年生が卒業するんだけど、その子らの卒業旅行はサーファーズパラダイスだ。へぇ、もう 全国から来る、オーストラリアの。で、あいつらがもうほんま飲めや歌えや薬もし、酔っ払ってんの、もう毎年何も死んだはんねん。本当に本当に毎年死ぬ、うん、卒業したのにそこで死んじゃうっていう、卒業しちゃうみたいな人生もうまいこと言ったらいや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 そうなんかね、だから時期をちょっとねみんな考えていく方がいいかな。サーファーズパラダイス結構巻き込まれると大変で、まあ、おっちゃんなって言ったけどちょっと絡まれたりね、恐れタバコが高いからタバコくれくれとかめっちゃ言われたりとかお酒も高いかな、おごれみたいな、ほんまに言ってくるから怖い、うん、ちょっと気をつけた方がいいかな、スクーリーズ、ね、うん、ちょっと調べてね行ってほしいね。わお、はい、まあまあそんなこんなで今日も楽しい話がつきませんが、ちょっと後半に行きましょうか。はいはい、はい、もうあっちゅう間の時間でですね、はい、もっとねいっぱい話したかったですね。そうですね、ネタいっぱいあったもんね。まだ、そうですね。また聞いてください。はい、ありがとうございます。じゃあ早速告知の方お願いします。はい、告知。はい、ま、KEC 近畿教育学院ではですね、ま、高校生とかあとは中学生対象のコースが結構皆さん知られてるかなって思うんですけれども、はい、小学生対象の英語のコース、レプトンとあと小学生英語英会話っていうコースも2つありますので、はい、はい、こちらも随時無料体験とかも受け付けますので、ね、はい、はい、ぜひぜひお問い合わせいただければ、はい、はい、詳しくはホームページ、はい、はい、よろしくお願いします。直接問い合わせてください。問い合わせ、はい、直接問い合わせてください。はい、川野美原が対応していただきます。なるほど、舞先生って言ってね、はい、もっと話聞かせてあるよって言いますね。なるほど、はい、じゃあそんな感じでいいです。締めてください。So if you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you, goodbye! はい、バイバイ。